平和と炎を愛する中国人マイティーポーある、今日のゲストスズさんでございます。スズです。今日のこの絵面よ、うちらのチャンネル始まって3年ぐらい、うん、一番 YouTuber っぽいね本当にスズさんの宮廷です。いや眩しいぜ、どこ見てもマジでもうキラキラ、ね、もう家正面とか、うん、撮影部屋とかもう全部揃ってるから、もうしばらくここで撮ってもいいかな。ここに通うか俺たちも。うん、だってこのエアコンはやばいのよこの家結構でかいんやけど、うん、玄関入った瞬間風が一番高いのを選びます。わお、ほらこれがそうこのチャンネルの買い主です違うでしょ、主あなたじゃないのいやもうあのほぼ俺はもうあの買われる方だから市場者にも買われるし、スズさんにも買われるし、スズさんがいるということは今日はもちろん激辛企画です。来ました、今日はすごいのよ、もうやばいっす。アイスクリームも大好きです。ですよね、アイスクリーム大好きってことで、なんとね日本一番辛いアイスを手に入れました。辛いアイス？そう、すごいな、なんかそう一見矛盾してるような感じするな。激辛バージョンと弱辛バージョン2つあるんですよ。あ、そうなんだ、弱辛なんだ。フィッシャーズさんがやってたらしいです。へえ。そうなので、もうあの俺らも便乗りしようかなと思って。便乗ね、便乗。そうちなみに中国で辛いアイスとかあります？ない、ない。中国もない。うん、やりかあるな。動画始まる前に大事なことを、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。皆さんのおかげで最近やっとあのチャンネル登録者があの増えつつあって、もう8万目の前なんですよ。これはもう人生逆転くるんちゃうと思って。いやもうこれでもこれも全然視聴者とあのスズさんたちのおかげですからね。もう私はあの本当ただあの動画作ってるだけなんでいやそれはそれですごいです。でもこれからもっと高い場所に目指したいので、ぜひいっぱいいっぱい、登録 してください。圧倒的シェ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 。はい、じゃあ開けてみようか。まず弱辛パカン。お、普通のアイスクリーム。普通やん普通、何も言わない。あ、チョコレートの香り。うん、チョコレート。いや、めちゃくちゃ普通やん。じゃあ激辛ちょっと開けてみようか。動画の構成もフィッシャーでパクロ便乗便乗。おお、ちょっと濃い。でもちょっと赤い点々が見えてるよ。すごいいい感じに溶けてるいい感じに溶けてるよ。それが弱辛？そうです。いただきます、私から、うん、あ、一応もらってます。口触りは一瞬めちゃくちゃチョコレートアイスやけど、その後に先週のココイチの10辛がマジシュッてここにいる。あ、そんなレベル？やばい、これちょっと結果はやばいかもしれない。やばいんじゃない、コウさん。ちょっと待って、本当に辛い、不思議不思議。うん、美味しい、うん、あ、美味しいんだ、うん、あー、すごい、結構美味しいからの辛い。へえ、これスーさん好きかもしれない。まずこっちをね食べていただいてね。ちょっと不思議、マジ不思議。あー、ほんと？辛い。もう喜んでますよ。こういうの好きだよね。よかったよかった。辛い、本物。うんうん、これが。これ俺間違ってないよね、うん、これ弱いやつだもん、うん、辛いよ、ほんと、うん、チョコレートの後に、うん、ココイチ15からの痛みが襲ってくるすげえギャップ。本当だ、本当。ちょっとこれ、いきますか、うん、いただきます。結果は、この時彼の中に起きたことを再現すると、陸眼のお前が見落とすわけがねえ。
だがようやく術式頼りの守りに回ったな。うわっうわっうわっ水やばい、これ水飲んだらあかんです。逆に、うん、えやばい、俺ウニあの殻ごと飲み込んだ感じ。あ、痛いんだこれ。やばい、これマジやばい、刺激してくるんだこれ。やばい、あもう痛いんだ。スーさん、これこれよりもっともっと強く、はい、ほんどほんど、やばい、これ耳も痛いわやばい、うん、痛みある。好きだよね。ちょ、いっぱい食べて。好きです。嘘待ってください待ってください、どうしたんですか、もうギブアップ。これ全部食べてダメです。あー、なるほど。少しだけ、痛み出てくる。ほんどほんどかない。一口だよね。さすが日本ナンバーワンやわ。好像今天适应。お、ちょっとずつ慣れてきた。頑張って。頑張ってる。なんかこれ食べた後、これ食べたら感覚なくなると思ったら、やっぱカレーはどっちも。ああ、そうなんだ。今度くらい。それは、食べきったら、この2本目の撮影はできない。だって、スズさんがほら。ほら。今度くらい。そっちのことは、コウさん、もう無理なんじゃないですか。辛いの得意な方がこれですよ。ほら。初めてドライマンゴーですよ、うん、初めてドライマンゴー入れたよ。辛い辛い、ほんと辛いわ。何もこいつ、一般の方は食さないようにお気をつけくださいって書いてあるからね。うん、キャロショコラ。え、中央出てきた、つまりガチですよ。ああ、ダメなんだ。ダメだよ、しゃれ。痛い。いや。やっと来ましたよ、スースーさんが。ね。ギブアップの。ああ、ほんとほんと。ほんと痛い。痛い。そんな速攻性あるんだ。ちょっと、岡田もお前の番だ。危ないってこれ。いただきます。いって。え。やばいっす。で。やばいっすよ。美味しくはないぞ、これ。これ弱辛ですか、あれ。おい、弱くねえって。これマジでエグいから、もうウニ丸飲み、本当に。呪術師の1級ぐらいあるでしょ、これ。あれ特急ですからね。これ特急だろ。そう。え、じゃあもうこんぐらいにしとくか。いやいやいや、もうちょっと行ってくださいよ。マジかよ。じゃあこんぐらい。うん、行ってください。行きましょう。うわ、もう意外来てる。うん。ああ、なるほどね。トゲトゲしいね。そう、ほら。わかるわかる、めっちゃわかるわ。うん。え、なんかもう口がもうダメだ、これね、やばいところは、あの、熱いものはね、噛まなきゃ飲み込めばいいんだよ。ほう、これね、もう、なんだろう、もう飲み込んでる時も溶けてるからさ、もう激辛のものが全て流れ込むんだから、液体化して、うん、うわ、これ、うわ、確かに芋やばいわ。ダメですね、これ。痛い、痛い。ちょっと、これだったら普通にいけるんだよね。ほら、だから先に寿司取った方がいいって言うたんやん。寿司だったな。これ食べたら何もいけないから無理だね、確かに。
確かに食欲すら失せるわ。来ましたよ、命燃やすとき来ましたよ。誰かこれ一個全部食べる。これから見せます。燃え尽きるでしょ、これ食ったら灰になるよ、これ。店は9時だよね。今食べ終わったらまだあのクールダウン時があるから、ここで休んで。ダウンするこれ。でもこの弱からはどれ1個しかいけないんだよ俺は。弱からはとりあえずあのそうで、これは俺命燃やして食べるから。本当？本当です。食べ？全部？いやこれダメダメダメ。ポさん多分体調悪くしますよこれ。もうあのピロリ菌は多分あのもうあの薬も飲み切ったから、うん、胃はもう万全ですよ。水用意してくれないかな、氷水を。これ水なのかな。もう守った方がいいんじゃないの、胃を。牛乳。もう今までちょっとね、いろんな登録者も増えてきて、多分この動画ももしかしたらそんな伸びないかもしれないけど、でもやっぱね、みんなへの感謝の気持ちを込めてこの激辛を、激辛、この激辛のやつを終わらせたいと思います。本当にこれ 朝から何も食べてない。あ、余計に。いや、一気にでも一気に終わらせるパターンある。そう、一気に終わらせる。一気に終わらせる。そうそうそう。これ食べる。いやいや、あの弱辛はぶっちゃけ我慢、あの大丈夫だから。ねえ、それゲトウスグルの真似しようとしてる。そうです。ジュレイ玉じゃないんだよ、廃棄のため。おい、皆さん見てください。本当に？本当です。心配そうな顔してますよ。大丈夫です。これが男、行かなきゃ誰が行くんだ。そう、アポーさんしかいないですね。そうですね。本当かよ。見てろよ皆さん。いうレベルじゃないけど、これめっちゃ痛い。あぁ、唇も痛い、やばい。いや痛い、俺もちょっと痛いよ。だってアイス食べてるはずなのに汗かいてるから。いや、いても立ってもいられなくなっちゃった。いや、やばいっす、これやばいよ。プリンセスティアラです。なんちゅうタイミングで送ってくんだよ。全然連絡いただけませんが、キューちゃんいかがですか、お盆休みお願い待ちします。だっていつもの文じゃねえかこれ。カレーお店の営業だろう。ちょっと体ね、なぜかこれ食べたら普通のアイスが欲しがる。へえ。だから普通のアイスを食べたくなっちゃってるんだ。脳がバグってるわ。お腹痛っ。いや、全部痛いよ。くそ。で、何で下着てねえの。なんでこのシャツ1枚なんですか。暑いからさ。暑いからなかなかセクシーな格好してるな。うわ、いや今夜眠れないぞマジで。これチョコレートのアイスじゃないね。え、何？紅茶味でしょ。うん、紅茶味だよね。ほら、わかる。まだ味覚ある。大丈夫、味覚ある。すごいわあ、すごい。これはただの夏動画じゃん。アイス食べて、それで食べて。キンキンに冷えた水飲んで。全然止まない汗が。うん、流れ出てる。ちょっと
見たか、日本一クリアしたよ俺が。いやすごいわ本当に。いやこれは拍手喝采だと思うわ。スイカがキュウリしか感じない甘みが一切ない、甘みが全部感じない。どこで買ったスイカですが盛り越したな甘みをアイス、さっきのアイス、チョコレートある？チョコレート、チョコレートが欲しい。へえ。あ、これだわすごい、本当にこれ癒しの泉だオアシス。これ癒しの、う、今までさ、試食とここまで取って辛いのよ、うん、全部中和してくる、こうやって中和していく感じるもんすげえこれ雪見大福かな、うん、なんかすごい、なんかすごいわ。でも唇も痛い、本当にうわちょっとやったね。最近体張ってないからさ、みんな俺がリアクション気味だと知らないからこれだよ、国民的中国人。やばい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 、もうあの役立たずじゃないからね女性が戦えない時俺が出番だから、俺の出番。確かにこの間はね逆だったのに。いやこの間でこっち余裕だから、うん、これもう、うん、今のご紹介してくださいおお、はい、後で来る。いや、そいつは大丈夫ですそいつ言うなレイさんのことを。とりあえずちょっとあの漁港になりたいから、うん、今日の動画をここまで本当にあのチャンネル登録、あとすずさんのインスタ、ただ今夜この調子で編集するのが、うん、もう考えるだけでゾッとするお腹膨らんでるけどチクチク痛いし頭が痛いし吐き気もちょっとするわ。うわーもうやばいよね。